皆さん、こんにちは。エレクセンニコースの川原です。2024分野別過去問解析プラスアルファ等連鑑定論3回目の講義を行っていきます。お手元3回目の解説ラジメ準備してください。はい、また問題1を使いましてプレ講義を行っていきます。3回目の解説ラジメ1ページ目問題1確認していきます。はい、よろしいでしょうか。では問題文読んでいきます。不動産の鑑定評価における近隣地域について次の各設問に答えなさい。諸問の1、近隣地域の定義を述べなさい。諸問の2、不動産の価格に関する諸原則のうち変動の原則について述べた上で、変動の原則に鑑み近隣地域の地域分析にあたって留意すべき点を述べなさい。諸問の3、近隣地域の範囲の判定にあたって留意が必要な事項について下記の区分から2つずつ挙げ、それぞれについてその理由を述べなさい。1、自然的状態にかかるもの、2、人文的状態にかかるものとなっています。問題1は、総論第6章、近隣地域について、総論第4章、変動の原則との関連の理解をも試す、令和5年度の直近の本試験問題の、第3問、問題3ということになってきます。はい、では、構成していきましょう。まずは、小問の1、中心論点は、近隣地域の定義を述べるということになってきます。ズバリ6章基準で近隣地域の定義しっかりと示されてますので、その、6章の基準を引用するということです。で、上位概念はと言いますと、近隣地域というのは何の一つかというと、地域分析にあたって特に重要な地域の一つですよね。なので上位の概念としましては、まずは近隣地域の定義、さらには近隣地域、地域分析の定義ですね。まずは地域分析の定義、さらには地域分析にあたって特に重要な地域が用途的地域であります近隣地域と類似地域、さらには同一受給権があるんだってことですね。近隣地域が地域分析にあたって特に重要な地域の一つなんだって位置づけを示すですね。そういった、論証の流れということになってきます。では小問の2、まず前段は、講談の上位概念的に変動の原則について述べていきます。上位概念として、まずは鑑定評価にあたっては諸原則活用するんだ、活用全文ですね、4章の全文ですね、評価にあたっては諸原則活用するんだ、述べた上で、で、変動の原則についてはズバリ4章基準で変動の原則の定義がありますので、しっかりと4章の基準を引用して変動の原則の定義を述べる。で、さらに変動の原則の説明ですね、プラスアルファですね、ぜひこうキーワードを示してほしいんですけど、変動の原則の説明が問われた場合にプラスアルファ示すべきキーワードは、これ予測の原則ともに動向分析の基礎となるんだってことですね。こういったキーワードをね、ぜひ変動の原則の説明においてはプラスアルファですね、示してほしかったんだ、動向分析の基礎ですね、そういったキーワードということになってきます。で、踏まえて講談は、中心論点、近隣地域の地域分析にあたって留意すべき点ですね。指示がありますね。変動の原則に鑑みて近隣地域の地域分析にあたって留意すべき点。要はこれ、近隣地域の地域分析における変動の原則の活用を述べることが講談段位です。で、この講談の段位なんですけど、じゃあ2ページ。はい、出題図のところを見てください。2ページ、出題図のところを見てください。2ページ、出題図。で、第2段落見てください。小問2講談の段位は、近隣地域の地域分析の留意事項の ④ の引用と考えられます。この令和5年度、第3問、問題3の、この小問2講談の、この出題者、試験員の意図としましては、多分講談は、近隣地域の地域分析、細かい理由事項がありますよね。1から4という形で近隣地域の地域分析の仕方が、やり方が示されているんですけど、その留意事項の4ですね、4。これ時系列がキーワードの4なんですけど、これ近隣地域の地域分析の時系列的な分析、要は動態的な分析が示されているのが、この留意事項の4ですので、その4の引用をですね、してほしいというのが、多分ですね、出題者の題だったと思います。ただ、なかなかこれ細かい留意事項ですよね。近隣地域の地域分析、非常に覚えづらいところです。1から4。なので、なかなかね、実際の本試験の現場でも暗記が不十分ですね。十分に暗記できてない、そういった受験生も多かったと思います。次の文章。その部分が穴になっていたとしても、標準的仕様の動態的な判定等の記述で対応して、
守りの論証を行うことが重要となってくるんだということになります。出題者の段位はこの近隣地域の地域分析の11号のマリオの引用だったと思うんですけど、要はこれ近隣地域の地域分析の変動の原則の活用、動態的な分析が問われてますので、で近隣地域の地域分析においては標準的仕様を判定していきます。で標準的仕様というのはやはりこれ動態的に判定すべきです。なのでこれ6章の基準基本論点です。標準的仕様 の動態的な判定、この標準的仕様の動態の判定を示せば、これ近隣地域の地域分析における変動の原則の活用場面と言えますので、なので守る論証として白紙にすることなく、なんとかなかなかねこの留意事項のマリオン暗記が不十分ならば、別途基礎から考えて、あそうだ近隣地域の地域分析要は標準的仕様の判定なので、標準的仕様の動態的な判定変動の原則活用して行うんだということを述べれば、部分点がもらえるかなという形で、ぜひね対応ですね、現場で対応を守る論証してほしかった、そういったこれ論点ということになってきます。とにかく慌てずに白紙にすることなく、ね、基礎を重視してなんとかですね回答を作成するですね、そういったことも本試験の現場においては必要だったということになってきます。で1ページ問題文戻ってください。1ページ問題文で正門さんですね、正門さんの中心論点は、近隣地域の範囲の判定にあたって留意が必要な事項ですね、自然的状態に関わるものと人文的状態に関わるそれぞれね2つずつ挙げた上で、それぞれについて理由を述べるのが中心論点ということになってきます。ズバリこちらもやはり細かい留意事項なんですけど、6章留意事項でこの近隣地域の範囲の判定にあたって留意が必要な事項が、自然的状態にかかるものと人文的状態にかかるもの分かれて、自然的状態にかかるものが3つ、人文的状態にかかるものが4つ挙げられてますので、その中からそれぞれ2つずつ挙げて、理由もしっかりと留意事項に示されてますので、要はねその6章のね、留意事項をしっかりと引用することがこの正門さん第一ということになってきます。この問題は要はね穴のない学習ですね、穴のない学習、要はね網羅的にしっかりとね学習ができているかどうか、その網羅性が試されているのがこの令和5年度の、本試験問題ですね、第3問問題3ということになってきます。はい、じゃ回答例見ていきましょう。12ページ回答例進んでください。はい、12ページ開いてください。はい、まずは正門の1、上位概念であります地域分析の定義から述べていきます。縦1、地域分析とはその対象不動産がどのような地域に存するか、その地域はどのような特性を有するか、また対象不動産にかかる市場はどのような特性を有するか、およびそれらの特性はその地域内の不動産の利用形態と価格形成について全般的にどのような影響力を持っているかを分析し判定することを言うとなっています。長めの定義なんですけど、ぜひこう理論的根拠と絡めてこの定義理解していただくとね、暗記が定着しやすいと思います。地域分析の理論的根拠は、レジュメ3ページ開いてください。はい、3ページ一番上、総論第1章ですね、不動産の地域性、地域の特性がこの地域分析の理論的根拠となってきます。で本文見てください。不動産はまたその自然的条件、人文的条件の全または一部を共通にすることによって、他の不動産ともにある地域を構成し、その地域の構成分子としてその地域との間に依存補完等の関係に、およびその地域内の他の構成分子である不動産との間に共同代替競争等の関係に立ち、これらの関係を通じてその社会的及び経済的な有用性を発揮するものである、不動産の地域性と言います。で続き、このような地域にはその規模構成の内容機能等に従って各種のものが認められるが、そのいずれもが不動産の集合という意味において個別の不動産の場合と同様に特定の自然的条件や人文的条件との関係を前提する利用の在り方の同一を基準として理解されるものであって、他の地域と区別されるべき特性をそれぞれ有するとともに、他の地域との間に相関係に立ち、この相関係を通じてその社会的経済的位置を占めるものである、地域の特性ということになってきます。要は不動産というのは
他の地域と区別されるべき特性を有する地域に属することによって社会的経済的有用性を発揮、要は不動産の価格が形成されるんだということです。不動産は他の不動産とともに地域を構成して、その地域に属しています。その地域というのは他の地域と区別されるべき様々な特性を得ています。そういった様々な特性が認められる地域に属することによって、不動産というのは社会的経済的な有用性を発揮する、不動産に価格が形成されるんだ。であるならば、不動産の適正な価格を求めるためには、不動産がどういった地域に存していて、その地域はどういった特性を有していて、その特性が不動産にどういった影響を与えるのか分析する必要があるんだとの、結論につながっていきます。つまりそれが12ページ。この地域分析ということになってきます。対象不動産がどのような地域に存在するか、その地域はどのような特性するか、でその特性が地域の不動産ね、地域内の不動産にどういった影響を与えるのか分析することが地域分析です。さらに、地域要因も含めて価格形成要因はどのような観点から把握分析すべきかというと、市場代行機能を有する鑑定評価の人は、市場で実際にある価格を市場に成り代わって求めていくのが鑑定評価ですので、価格形成要因も市場参加者の観点から把握分析する必要がある。つまり市場性を踏まえて地域要因の分析、地域分析を行う必要があるんだ。それがこの定義の2行目後段、対象不動産にかかる市場はどのような特性するか、市場性を踏まえて、つまり市場参加者の観点から分析を行うことが必要なんだ。要は地域分析というのは、市場参加者の観点から地域要因が形成する地域の特性が不動産に与える影響を分析することが地域分析なんだ。理論的根拠が不動産の地域性、地域の特性、さらには市場参加者の観点ですね。そういったことが定義として示されているということになってきます。で、縦位置第2段落移ってください。地域分析にあたって特に重要な地域は、用途的観点から区分される地域、用途的地域すなわち近隣地域及びその類似地域と、近隣地域及びこれと相関関係にある類似地域を含むより広域的な地域すなわち同一自給圏であるとなっています。この4行ほどの基準なんですけど、端的に言うならば、地域分析にあたって特に重要な地域は、用途的地域と同一受給圏であると端的に捉えることができます。で、用途的地域がさらに近隣地域と類似地域に分かれてくるんだとの構造です。たまに同一受給圏も用途的地域と勘違いしてしまう人がいるんですけど、そうじゃないですからね。特に重要な地域はまず大きく用途的地域と同一受給圏に分かれてきまして、さらに用途的地域が近隣地域と類似地域に分かれてくるですね。そういった構造になっています。ちゃんと近隣地域がこれ地域分析にあたって特に重要な地域の一つなんだって位置づけをね、しっかりと示しています。で、中心論点縦に移ってください。近隣地域の定義を述べていきます。近隣地域とは対象不動産の属する用途的地域であって、より大きな規模と内容等を持つ地域である。都市あるいは農村等の内部にあって、居住商業活動、工業生産活動等、人の生活と活動等に関してある特定の用途に供されることを中心として地域的にまとまりを示している地域を言い、対象不動産の価格の形成に関して直接に影響を与えるような特性を持つものであるとなっています。近隣地域、端的に言うならば1行目、対象不動産の属する用途的地域が近隣地域です。しっかりと用途的地域ですね。単なる地域じゃなくて用途的地域です。すぐ上、近隣地域というのは用途的地域の一つですよね。用途的地域の中で対象不動産の属する用途的地域が近隣地域です。で、このマーカーした対象不動産の属する用途的地域を細かく丁寧に説明する文書がこの後続いていくですね。そういった構造になっています。まず地域です。どういった大きさの地域かというと、都市だったり農村等々の内部にあって、もう少しコンパクトな地域なんだということです。で、単なる地域じゃなくて用途的地域です。つまりある特定の用途に供されることを中心としてまとまっている地域です。さらに単なる用途的地域じゃなくて対象不動産の属する用途的地域です。つまり対象不動産の価格の形成に関して直接に影響を与えるような地域なんだということになっていきます。
この対象不動産の属する用途的地域をですね、丁寧に説明する文章が続いていく、そういったね、眺めの定義になっています。では合わせて特に重要な地域、類似地域と同一自給圏についても定義を確認していきましょう。レジュメ8ページ開いてください。レジュメ8ページ開いてください。はい、8ページ上から4行目ぐらいですかね。まず類似地域から確認していきます。用途的地域のもう一方ですね、類似地域の定義確認していきます。本文、類似地域とは近隣地域の地域の特性と類似する特性を有する地域であり、その地域に属する動産は特定の用途に供されることを中心として地域的にまとまりを持つものであるとなっています。類似地域というのは近隣地域と地域の特性が類似している、そういった地域なんだということです。名前の通りですね、近隣地域の地域の特性と類似する特性をする地域です。要はとにかく近隣地域と特性が似ていれば、場所はどこにあっても構いません。全国にある地域の特性が似ている、近隣地域と地域の特性が似ている地域が類似地域なんだ、そういったこれ定義になっています。で、一方同一受給圏の定義はと言いますと、下移ってください。本文、同一受給圏とは一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係になる他の不動産の損する権益を言います。同一受給圏というのは一般に対象不動産と代替関係を成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係になる他の不動産の損する権益を言います。ズバリライバルの損するエリアが同一受給圏ということになってきます。で、同一受給圏重要な役割がありまして、それは以降、それは近隣地域を含んでいる広域的であり、近隣地域と相関関係にある類似地域等の損する範囲を規定するものである。全国無数にある類似地域のうち、近隣地域と相関関係はライバル関係にある類似地域の損する範囲をここからここまでですという形で範囲を規定する役割を持っているのが同一受給圏ということになってきます。用途的地域としての類似地域はとにかく似ていればいいということです。で、全国無数にある似ている地域であります類似地域のうち、近隣地域と相関関係、ライバル関係になる類似地域の損する範囲はここからここまでですという形で枠組みをはめていく、そういった役割を持っているのが同一受給圏ということになってきます。だからこそ、12ページ戻っていただきまして、回答例もう一度この縦位置第2区特に重要な地域のところを見ていただきますと、用途的地域としての類似地域はなんか相関関係とかそういった表現は入っていないですね。とにかく似ていればいいので。一方同一受給圏の説明の文章のところを見てください。近隣地域およびこれと、つまり近隣地域と相関関係にある類似地域を含むより広域的な地域は同一受給圏、つまり同一受給圏内の類似地域は近隣地域と相関関係、ライバル関係に立つんだ。全国無数にある類似地域のうち、近隣地域とライバル関係の類似地域の損失内容をここからここまでですって形で枠組みをはめていく、規定する、そういった役割を持っているのが同一受給圏なんだ。ここでもちゃんとね、その役割が示されています。で、レジュメ8ページ戻っていただきまして、ではライバル関係ですね、同一受給圏ライバルの損するエリアです。そのライバル関係ですね、詳しく説明がなされています。同一受給圏の意義の第2段落見てください。第2段落はライバル関係としましては、近隣地域と同一受給圏内に損する類似地域とのライバル関係が同一受給圏の意義の第2段落で示されています。第2段落、一般に近隣地域と同一受給圏内に損する類似地域とは、隣接すると否とにかかわらず、その地域要因の類似性に基づいて、それぞれの地域の構成分子である不動産相互の間に代替競争等の関係が成立し、その結果両地域は相互で影響を及ぼすものであるとなっています。近隣地域と単なる類似地域じゃなくて、同一受給圏内の類似地域とは隣り合っていようがいまいが、地域要因が似ているので、それぞれの地域に属する不動産同士が大体競争関係、ライバル関係に立って、結果地域自体もお互い影響を及ぼすライバル関係に立つんだとの内容になっています。
で、さらにライバル関係としましては、じゃあ同一時給系の意義の第3段落、また書き見てください。第3段落は、ライバル関係としましては、近隣地域の外かつ同一受給圏内の類似地域の外に損する不動産と対象不動産とのライバル関係が第3段落で示されています。でまた書き、また近隣地域の外かつ同一受給圏内の類似地域の外に損する不動産であっても、同一受給圏内に損し対象不動産とその用途規模品等等の類似性にもついて、これら相互の間に代替競争との関係が成立する場合があるのということです。近隣地域の外かつ同一受給圏内の類似地域の外に損する不動産であったとしても、同一受給圏内に損していれば、用途だったり規模だったり類似等の品等等の類似性に基づいて、一定の場合対象不動産との間にこうピンポイントで代替競争関係、ライバル関係が成立する場合があるんだとの内容です。これ同一受給圏内の代替競争不動産のことを説明しています。要は第2第3段落ですね。同一受給圏内に損する不動産というのは、こう対象不動産とライバル関係に立つんだってことですよね。つまりお互い影響を与え合って価格が形成されているので、対象不動産の価格を求めるときに、この同一受給圏内の不動産の価格が資料として役立ってくるんだ、事例資料として採用できるんだって結論につながっていきます。それがこの事例の選択要件の一要件目、同一受給圏内の類地域に損する不動産だったり、同一受給圏内の代替競争不動産ライバルとして選ぶことができるんだ、そういったこれ議論につながってくるんだということになります。はい、で回答例12ページ戻ってください。はい、では証文に移っていきましょう。まずは前段、変動の原則説明していく。で、上位概念として、諸原則の活用ですね、述べていきます。縦1見てください。証文に縦1。不動産の価格形成過程を追求し、分析することを本質とする不動産の鑑定評価においては、必要な指針として、価格形成過程における基本的な法則性を具体的に表した不動産の価格に関する諸原則を活用すべきであるとなっています。これね、4章全文の第1段落をね、コンパクトに伸びたこうショートバージョンです。ぜひこのショートバージョン準備しておいてください。諸原則の活用ですね。諸原則が証文の一つとして書かれた場合にも、この上位概念として評価の立て活用するんだ。これ、ね、述べていくことが多々ありますので、その際に、第一段落、長々と論じてしまうと、ね、ボリュームオーバーになってしまうので、こういったショートバージョンですね、ぜひ準備しておいてください。で、鑑定評価というのは、市場代行機能を有しています。つまり市場での価格形成過程を追求分析することを本質としています。で、その市場での価格形成過程には、こうこうこうなればこうなる基本的な法則というものが認められます。市場での価格形成過程には、こうこうこうなればねこうなる基本的な法則というものが認められます。であるならば、こう市場代行機能を有する鑑定評価内では、必要な指針として、その法則が具体的に現れた原則を評価にあたって活用すべきなんだ、とのね、内容です。これ、法則と原則は、ちょっとこう別概念ですからね。抽象的な法則が具体的に現れたものが原則です。この法則と原則との関係を述べているのが、この具体的に表したというフレーズです。市場での価格形成過程を追求分析することが鑑定評価です。で、その市場での価格形成過程には、こうこうこうなればこうなる基本的な法則が認められます。であるならば、市場代行を記入する鑑定評価の人は、必要な指針として、この法則が具体的に現れた原則ですね。不動産の価格に関する諸原則を活用すべきだと。そういったこれ論理の流れということになってきます。あとは細かいところなんですけど、この価格形成過程を追求のこの急の字ですね。急の字。追い極めるですね。探求の急の字を使う必要があるんですけど、ここ、追い求めるとか、追い及ぶという漢字を使ってしまう人がいるんですけど、これ×ですからね、追い極めるです。一応意味があります。追い求めるだったり追い及ぶですね、それ×でして、探求の急の字ですね、追い極めるですね、その字を使う必要があります。で、変動の原則ですが、4章基準を引用してしっかり定義を述べていきます。縦に見てください。
一般に財の価格はその価格を形成する要因の変化に伴って変動する。不動産の価格も多数の価格形成要因の相互因果関係の組み合わせの流れである変動の過程において形成されるものである。したがって不動産の鑑定評価にあたっては価格形成要因が常に変動の過程になることを認識して各要因間の相互因果関係を動的に把握すべきである。特に不動産の最有効値を判定するためにはこの変動の過程を分析することが必要である。変動の原則ということになってきます。諸原則はまずは4章基準を引用してこうしっかりとフルで基準を引用して定義を述べることが、ね、重要です。で定義を述べる際には必ず原則の名称を示してください。最後括弧書きで変動の原則という示す、ね、示すパターンでもいいですし、まず冒頭で変動の原則とはって述べた上でこう括弧で原則を括ってという原則であるっていう、ね、記述の仕方でも構いませんので、とにかく必ずですね原則の定義を述べる場合にはその原則の名称をですね明確に示すようにしてください。で変動の原則というのは価格形成要因の変動を動的に把握すべきだとの原則ですよね。地域も含めて価格形成要因は常に変化の過程になるので適切な価格を求めるためにはこの価格形成要因の変動を動的に動態的に把握すべきだとの原則が変動の原則ということになってきます。でこの変動の原則なんですけど、ある価格の特徴がまま原則になったものがこの変動の原則です。その価格の特徴というのが、じゃレジュメ3ページ開いてください。3ページ開いてください。はい、真ん中ちょっとしたこれ、価格の特徴の3番の具体的なあられが変動の原則です。価格の特徴の3番見てください。不動産の属する地域は固定的なものではなくて常に拡大縮小集中拡散発展衰退等の変化の過程にあるものであるから、不動産の利用形態が最適なものであるかどうか、仮に現在最適なものであっても時の経過を伴ってこれを持続できるかどうか、これは常に検討されなければならない。やがて不動産の価格または賃料は通常過去と将来となる長期的なコールのもとに形成される。今日の価格または賃料は昨日の展開である明日を反映するまで常に変化の過程にあるものであるとなっています。不動産の属する地域は固定的なものじゃなくて常に変化の過程にある、変動してるんだってことですね。要はこれ地域も含めて価格形成要因は常に変化の過程、変動の過程にあるので、その影響を受けて価格も常に変化の過程にあるのだから、適切な価格を求めるためには価格形成要因の変動を動的に動態的に把握すべきだとの結論につながってくる。この価格の特徴の3番がまま現れたものがこれ変動の原則ということになってきます。でもう回答例12ページ戻っていただきまして、ぜひ変動の原則の、ね、意義が問われた場合には加点10ですね、プラスアルファ縦に最終段落見てください。変動の原則は地域分析、個別分析はじめ鑑定評価書の適用にあたって重要な指針となるものであり、予測の原則ともに不動産の価格の動向分析の基礎となるものであるとなっています。変動の原則というのは予測の原則とともにペアを組んで不動産の価格の動向分析の基礎となる原則なんだということです。これ担当の本試験でも聞かれているキーワードです。変動の原則というのは予測の原則とともに動向分析、まあ、動態的な分析の基礎となる原則なんだということになってきます。これね、加点10キーワードということになってきます。でこの変動の原則を踏まえて近隣地域の地域分析などあって留意すべき点ですよね。要は近隣地域の地域分析における変動の原則の活用を述べていきます。取材者の題としましては近隣地域の地域分析の留意事項ですね、丸4を引用することです。でこの丸4なんですけど、やっぱり背景がありまして、それは先ほど確認したもう一度レジュメ3ページ戻ってください。3ページ、この価格の特徴の3番見てください。不動産の属する地域は固定的なものじゃなくて常に変化の過程にあるんだってことです。で近隣地域も地域ですよね。つまりは、6ページレジュメ今度進んでいたので6ページ
はい、6ページ上から3行目のところ、これ近隣地域の意義のね、最終2行なんですけど、近隣地域はその地域の特性を形成する地域要因の推移動向以下によって変化していくものであるとなっています。近隣地域も地域です。地域は常に変化の過程にあります。つまりその地域の特性を形成する地域要因の推移動向の以下によって近隣地域はですね、変化していくんだということです。なので近隣地域の地域分析においてはこの最終2行を受けて、でこれ近隣地域の地域分析の留意事項なんですけど、丸を見てください。丸を見てください。一番下丸4、近隣地域の地域分析における地域要因の分析にあたっては、近隣地域の地域要因についてその変化の過程における推移動向を時系列的に分析することが必要です。時系列的、キーワードですね。今ね、動態的に分析すべきだってことです。価格の特徴の3番、さらにはこのね、近隣地域の意義の最終2行を受けた内容がこの近隣地域の地域分析の丸4ということになってきます。なのでレジュメ12ページ、はい、回答例戻ってください。一番下縦3のところを見てください。近隣地域はその地域の特性を形成する地域要因の推移動向の以下によって変化していくものである。したがって、ね、近隣地域の地域分析における地域要因の分析にあたっては変動の原則秒速の原則を活用して近隣地域の地域要因についてその変化の過程における推移動向を時系列的に分析するともに、近隣地域の周辺の他の地域の地域要因の推移動向及びそれらの近隣地域の波及の程度等について分析することが必要なんだ。この近隣地域の意義の、ね、最終2行を受けて従ってって形でこの留意事項の丸4ですよね。時系列的に今動態的に分析するんだってことです。これ近隣地域の地域分析に来る変動の原則の活用場面ということになってきます。なのでよりこれね、丁寧にするならば、さらにこの縦3の冒頭で価格の特徴の3番の表現の一部なんか入れていただいてもいいと思います。価格の特徴の3番、さらにはこの近隣地域の意義の最終2行で従ってって形でこの留意事項の丸4ですね、示してくれ、そういった流れでも問題ありません。なので例えばこの留意事項の丸4の暗記がですね、十分でない場合には、理論的根拠であります価格の特徴の3番、さらにはこの近隣地域2位の最終2行ですね、述べた上で、で従って近隣地域の地域分析は変動の原則を活用して動態的に行う必要があるんだみたいな形で述べれば、まあ、十分の回答になってきます。この留意事項ですね、ほとんど引用できなくても、この留意事項の背景の方を述べれば、価格の特徴の3番だったり、このね、近隣地域2行の最終2行なんかを示した上で、従って変動の原則を活用して近隣地域の地域分析動態的に行う必要があるんだみたいな結論を述べれば十分な回答になってきます。さらに別の回答としましては、13ページ縦を写ってください。標準的仕様の判定における変動の原則の活用を述べれば、これもね、一つの回答になってきます。一つの守りの回答ということになってきます。例えばまた近隣地域の特性は通常その地域に属する不動産の一般的な標準的種の具体的に現れるが、不動産の属する地域は固定的なものではなく、これ価格の特徴の3番と同じような表現になってますよね。地域の特性を形成する地域要因も常に変動するものであることから、近隣地域の地域分析にあたっては対象不動産にかかる市場の特性の把握の結果を踏まえて、地域要因標準的種の現状のみならず変動の原則秒速の原則を活用して将来の動向も合わせて分析し、標準的種を動態的に判定しなければならないということです。変動予測の原則を活用して標準的種について動態的に判定していくんだということを述べれば、これある意味近隣地域の地域分析における変動の原則の活用の場面で述べたことになってきます。段位としては留意事項の丸4です。ただそれは暗記が不十分であったとしても、こういったね、標準的種の動態的な判定なんかを述べることによって、こう守りの論証をしてほしかった、そういった論点が証問に講談ということになってきます。はい、じゃあ証問さん移っていきましょう。まずは加点自由的に近隣地域のですね、範囲の判定ですね、簡潔に述べていきます。縦1、近隣地域は客観的な地域区分として独立して存在するものではなく、対象動産とその価格形成要因の分析の仕方によってその範囲が相対的に定まるものです。何を言ってるかというと、例えばあらかじめ客観的な地域として A 地域、 B 地域、 C 地域というのがあって、で今回の案件は
B 地域に損するので近隣地域は B 地域みたいに判定するんじゃなくてってことです。そういった判定を行うんじゃなくて、都度都度案件ごとに対して不動産鑑定士が現地に行って対象動産を中心として地域要因を繰り返し調査分析することによって近隣地域の範囲は都度都度相対的に定まるものなんだとの内容ということになってきます。その範囲の判定にあたって留意する、ね、事柄としましては、続きの文章、近隣地域の範囲の判定にあたっては基本的な土地利用形態や土地利用上の利便性等に影響を及ぼす、次に掲げるような事項に留意することが必要であるとなっています。該当する留意事項ですね、確認していきましょう。レジュメ7ページ開いてください。7ページ開いてください。7ページ、近隣地域の範囲の判定と書かれている留意事項ですね、見てください。大きく丸1、自然的状態にかかるものと、下丸2、人文的状態にかかるものが示されています。で、自然的状態にかかるものとしては、あ、河川、い、山岳および丘陵で、う、地勢、地質、地盤等々が3つですね、挙げられてます。で、人文的状態にかかるものとしては、あ、行政区域、い、広報上の規制と、う、鉄道公園等で8ページ4つ目絵として道路が示されています。で、自然的状態にかかるものを人文的状態にかかるもの、それで2つずつですよね。で、これ細かい留意事項です。こういった細かい留意事項は、ね、一言一句正確に留意事項を引用できなくても、こういったところも理解中心です。理解中心で、まあ、5割レベルぐらい自分の、ね、言葉でも書ければ十分なので、5割ぐらいのレベルで暗記できていれば十分対応することができます。こういった細かい留意事項はやっぱり理解優先です。書いてあることは大したことないですよね。例えば河川、川幅が広い河川というのはですね、土地建物との連帯性、地域の一体性、分担するんだ、こうイメージできますよね。大体県境って大きな川が流れたりしますよね。やっぱり川幅が広い河川というのは地域の一体性、分担するんだ、分かりやすいですよね。なのでこう理解中心にこれっぽいことを書ければ十分点数ついていきます。で、一応こう2つずつ挙げなさいというのは、理想としては別々の理由になるようなものをですね、それぞれ2つずつ挙げるのが、まあ、よりね、理想的な良い答案なんですけど、こういった細かい留意事項でそういった理想的な答案が書けるかというと、それは厳しいです。だから理由はこれ同じになっても構いません。異なる理由となるものを挙げなさいとか、そういった指示はないわけですよね。そもそも細かい留意事項なので、逆に理由が同じものをですね、まとめて理解して覚えておいた方がこれ対応しやすいです。だから実際の本試験の現場でも、どちらかというと理由が同じになるようなものをですね、まとめて理解しておいて、で、それをですね、2つずつですね、挙げるですね、そういった対応ができれば十分な点数が取れました。なので、この河川の理由ですね、地域の一体性、分断するんだ、で、すぐ下山岳丘陵もほぼ同じような内容ですよね。山だったり丘っていうのはやっぱり地域の一体性分断するんだ、これもイメージできますよね。で、同じようにこの人文的状態のうち、う、鉄道公園、やっぱり地域の一体性分断します。やっぱり線路がですね、線路が一体性分断するんだっていうのもなんとなくわかりますよね。で、同じ理由として8ページ道路もやっぱりですね、広い福井の道路は地域の一体性分断するんだ、これもイメージできますよね。同じ理由です。同じ理由で全く構いません。そうするとまとめて覚えることができるので、あ、やっぱりね、川だったり道路だったり丘だったり山だったり、あ、線路というのはやっぱり地域の一体性分断するので、近隣地域の範囲の果てにあたっては留意する必要があるんだなって理解しておけば、実際今回の本試験でも対応できたわけですよね。こういったところはね、理解を中心として自分なりの言葉で書ければ十分です。やっぱり、ね、理解優先でね、しっかりと押さえておくということになってきます。で、回答例13ページ戻ってください。はい、この満回答例は自然的状態にかかるものとしましては、河川と、あと山岳丘陵を挙げています。で、人文的状態にかかるものとしては、この満回答例は行政区域と広報上の規制等を挙げています。行政区域見てください。行政区域の違いによる道路、水道、その他の公益的、学校、その他の 公共施設、学校、その他の公益的施設の整備整地並びに高速効果の負担の際が土地利用上の利便性等の影響を及ぼすことから留意が必要となってきます。
市区町村の違いによってインフラ等々の公共施設、学校等々の公益的施設の整備水準が異なってくるということがありますよね。あと高速効果、税金の負担なんかね、変わってくることもあります。それがやっぱりですね、地域の一体性に影響を与えますので、これ近隣地域の範囲の判定に当たって留意すべきことからになってきます。公募上の規制等を見てください。都市計画法による、土地利用の、規制内容が土地利用形態に影響を及ぼすことから留意が必要となっていきます。要は行政法規で学びます都市計画法上の用途地域ですよね。用途地域移管によってどういった用途の建物が建てれるか異なってきますよね。つまり土地利用形態に、ね、影響を及ぼします。地域の一体性に影響を与えますので、やはりこれ近隣地域の範囲の判定に当たって留意すべき事柄ということになってきます。はい、で近隣地域の範囲の判定が書かれた場合の加点事由としましては、レジュメ10ページ開いてください。10ページ開いてください。加点事由とすると9章ですね。鑑定評価報告書への記載です。で必要適材事項の7番目ですね、鑑定評価の決定の理由の要旨ですね。7つの事柄を記載していくんですけど、その1番目縦位置見てください。地域分析、個別分析に係る事項を記載していきます。本文、対象動作の種別類型並びに賃料種類に応じ、同一受給権は近隣地域の範囲及び状況、対象動作に係る価格形成についての状況、同一受給権の市場動向及び同一受給権の切る典型的な市場参加者の行動、代替競争との関係の不動産に比べた対象動産優劣の競争力の程度等について記載しなければならないとなっています。要は6章地域分析、個別分析を通じて把握した、ね、重要な事柄について鑑定評価の決定の理由の要旨のところにこう記載しなさい、そういった要請です。で同一受給権、近隣地域の範囲状況も必要適材事項とされています。なので近隣地域の範囲の判定だったり同一受給権の範囲の判定なんかが中心論点として書かれた場合には、ぜひ加点事由としてこの鑑定評価報告書の記載ですね、鑑定評価の決定の理由の要旨のこの地域分析かかる事項として記載をしていくんだってことですね。ぜひ述べるようにしてください。ちなみに類似地域の範囲状況は必要適材事項されていません。要は対象不動産の損するエリア地域であります同一受給権近隣地域の範囲状況は必要適材事項されてますが、いわゆる事例不動産の損する類似地域の範囲状況は特に必要適材事項とはされていないんだということになってきます。あとこの導入文ですね、対象動作の種別類型並びに賃料の種類に応じって、これどういったことかというと、各論第1章というのは種別類型ごとに適用する手法が示されてまして、各論第2章というのは賃料の種類ごとに適用する手法が示されてます。要はこれ各論の案件に応じという意味です。対象動産の、ね、案件に応じ、各論の案件に応じて同一受給権近隣地域の範囲状況を記載する必要があるなとの内容ということになってきます。であとはじゃ、ね、プラスアルファですね。では13ページ回答例戻っていただきまして、じゃあこの近隣地域の範囲の判定にあたってじゃあ活用すべき諸原則って何か分かりますかね。近隣地域の範囲の判定にあたって活用すべき諸原則、近隣地域というのは対象動産とよりライバルとなる不動産を損する地域です。近隣地域というのは対象動産とよりライバル関係に立つですね、密接な価格牽連性をするよりライバル関係に立つ不動産を損する地域が近隣地域です。なので近隣地域の範囲の判定にあたってはライバル関係にかかる原則ですね、つまりこれ代替競争の原則を活用していくということになってきます。でこの代替競争の原則を活用して範囲を、ね、判定するというのはこれ同一受給権によっても同様です。同一受給権もライバルの損するエリアですよね。なので同一受給権の判定においてもこの代替競争の原則を活用して範囲を判定していきます。ちなみに代替の原則4章の、ね、定義しっかり示す必要があるんですけど、代替の原則の意義が問われた場合には4章の定義のみならずプラスアルファですね、なんか加点事由としてこう書いてほしいことがあるんですけど、それ ねちょっと考えておいてください。代替の原則について述べなさい、そういった問題が出された場合にはもちろん4章の記事を引用してしっかりと定義を述べる必要があるんですけど、プラスアルファですね、加点事由としてどういったことを述べればいいのか、ね、ちょっと考えておいてください。
では合わせて代替競争の原則を活用して判定すべき同一受給権の判定ですね、合わせて確認しておきましょう。レジュメ8ページ開いてください。8ページ開いてください。はい、一番下は同一受給権の判定ですね。6章基準で示されています。まず判定一般論ですね。本文見てください。同一受給権は対象不動産の種類、性格及び規模に応じた事業者の選考性によってその地域的範囲を異にするものなのかな、その種類、性格、規模に応じて事業者の選考性を的確に把握した上で適切に判定する必要があります。やはり市場代行機能を有する鑑定評価の人は同一受給権の判定も市場参加者の観点からズバリ買い手であります需要者の先行性を踏まえて判定していく必要があります。でその需要者の先行性、エリ好みが不動産の種類、性格、規模によって異なってくる。特にまあ種別ですね、不動産の種別によって事業者の先行性が異なってくるので、それで、ね、種別等々の違いによっては事業者の先行性を踏まえて同一受給権判定していく必要があるので、9ページ行っていただきますと、例えば種別は土地の種別であります、住宅地とか商業地とか工業地ですね、こういった基本的には種別ごとに同一受給権の判定が示されています。これは復習にあたって、じゃあ、ね、今度は種別ごとにどういった同一受給権の判定を行っていくのかね、合わせてしっかりとこれ復習の際に確認をしておいてください。はい、以上問題1ということになってきます。でこの問題1ですね、やっぱり1日ぐらいかけてしっかりと復習した上でできないならプラスアルファ考えておいてくださいとか、復習の際にはしっかり確認しておいてくださいですね。そういったところを中心としてしっかりと1日ぐらいかけて復習した上で、今第3回ですね、第3回の問題用紙と回答用紙2枚ですね、準備いただきまして1時間時間を計ってですね、問題について回答を作成してください。はい、じゃあ以上をもちまして問題1の解説を終了いたします。